オール沖縄は大接戦に持ち込まれるも当選。参院選の沖縄選挙区において、オール沖縄の伊波洋一さんが当選してしまいました。ただ、自民党の候補者が猛追し、たった3000票差での当選となっておりまして、9月11日に投開票される予定の沖縄市選挙にかなり影響があるものと思われます。沖縄にお住まいの国民の皆様、あと少しでございます。 選挙で国民の意思を示し、反基地、反日、反米ばかりの沖縄の政治を改善しましょう。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。